Hi everyone! 皆さんこんにちは、ノラスです。今日は服用中の薬の有無についての聞き方と Medication、Medicine、Drug の違いについて解説していきます。診察の時にライフスタイルとかソーシャルヒストリーについて聞き取りをすることがあると思います。お酒を飲むのか、タバコを吸うのか、現在服用中の薬があるかなどです。今日はこの薬の部分にフォーカスしていきます。今現在服用している薬はありますかという質問は Are you taking any medication? Are you on any medication? Is there any medication you are taking? Do you have any medicine you are currently prescribed? などいろいろ聞き方があります。ここでメディケーションとメディスンの違いは何ですかということなんですが、最近はどちらも同じように使われることが多いです。メディケーションの方が処方された薬という意味合いが強いです。メディスンといったら薬局で買えるような薬のイメージが強いです。先ほどの例文の最後は currently prescribed、 最近処方されたと言っているので、メディスンといっても処方薬について聞いているということがわかります。薬を服用していますかという質問に No、 何も飲んでいませんと言われたら Any OTC medicine? Any supplements? など市販薬やサプリなどの服用がないかもついでに確認できます。この時文章で Are you taking? とつけなくても、その前に Are you taking any medication? と聞いているので、その流れの質問だと分かってもらえるので、 Any OTC medicine? Any supplements? などチャンクで喋って通じます。次に Drug ですが、 Drug はどちらかというと違法薬物を指すことが多いです。なので服用中の医薬品について聞きたい場合は Medication を使った方が確実です。メディケーション、処方薬、メディスン、市販薬、ドラッグ、薬物という覚え方でいいと思います。もし違法薬物、そういう薬を使っていますか?使いましたか?と聞きたいときは Are you on drugs? これは現時点で使っていてハイになっているなど様子がおかしいときに使えるフレーズですね。日常的に薬物を使用しますか?というときには Do you do drugs? という聞き方になります。これで Yes! と言われたら What type of drugs do you use? 麻薬、大麻、覚醒剤など何を使っているか聞いてください。大麻が合法の国ではうつ病や不安症、Depression や Anxiety に医療用大麻、Medical Weed が処方されたりしています。これ Cannabis って言うんですが、大麻は Marijuana、Weed、Pot などいろいろと言い方があります。もし患者さんが、何使っていますかって聞いたときにスラングで大麻の名前を言ってちょっと意味がわからなかったりしたら What is that? What do you mean by that? など聞き返して確認することが大切です。それでは今日のおさらいです。Medication、Medicine、Drug の違いは処方薬、市販薬、薬物ということでした。ノラスのサイトでは医療通訳の音声動画付きロールプレイスクリプトを掲載しています。動画説明欄のリンクをぜひチェックしてみてください。